Welcome to Game World! はい、今回はですね今回撮る企画は、最近ちょっと流行ってますか？流行ってはないが、いやでもね、どのご家庭にもね、みんなの家にあるもの、あるものを使ってね。そうなんですね、あるものを使ってちょっと今回はやっていこうかなと。はい、ちなみに皆さん、味覚は自信あります？自分の味覚に関しては神の舌です。神の舌ですね結構自信ありますよ。なるほど、はい、今回はですね、絶対に美味しいだろうもの一品と絶対に食べたくないであろう一品をですね、こちらホットサンドを使ってですね、みんなでちょっと調理していきたいと思います。今一人二品ずつですね、絶対に美味しいものと絶対に食べたくないものを、はい、各々一品ずつ作っていただいて、で一応審査員がいないので、うん、一応まあ総合評価として客観的に見て、はい、誰が一番それのテーマに合ってるのか、なるほど、その要は美味しいものを作った人が勝ちじゃなくてテーマに沿って合ってるかどうかを客観的に僕らが審査して勝敗を決めようかなと。で本日の罰ゲームに関してはですね、これナッチ考案で、自宅クッキング自撮りバージョンという形でおうちで気まぐれクック、まあ、その動画もですね、負けた方が後ほど自宅に帰って料理動画として上げていただくということでよろしいでしょうか。やりましょう、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これ、はい、こうでしょ。3番目で僕、1番目いきます。マジか、俺トップバッター行きたかった。じゃあ、行きましょう。それでは、スタート。僕の食材ですね、いきます。で、僕がもうハイパー大好きなパン特にこれ一番美味しいです。黒パンと、あとシーチキン、で、あとはチーズと、あとそれをオムライスで混ぜて美味しい一品を作ろうと思います。若干 D と被ってるな。これってか、もう量的に2品作れそうな。バイトで2品作れちゃいますけども。さあ、そしたら美味しくない方で、食べたくない方で、で、タコワサ、うわ、ちょっとわさびがちょっと足んないんで追加で購入してきました。はい、で、タコワサのタコの食感をもうちょっと足すためにグミの食感を追加して、で、タコだけじゃちょっとかわいそうなんで、あのイワシを海産系として入れようと思います。で、プラスアルファですね、ちょっとあの前回動画で使ったんですけども、この3種類のうちのどれかを入れたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上です。で、これすごい。はい、では、青いクッキングの時間で。洗ったそれ。洗いました、洗いました。大丈夫？大丈夫？パン洗った？パン洗ってないよ。パンパンパン！わお。ちょっと D お腹すいたので、材料の半分食べますね。すいません、お腹すいちゃった。長っ。あ、なるほどね、それに入れる作戦ね。おし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 、おしゃれだね。おしゃれだ。これなんか混ぜたやつにご飯だけど大丈夫かな。小麦粉買ってきたらよかった。いけらまず全部つけたらどうしよう。シーチキン開けれない人が出てきたよ。おー、いたいた。よし、油をね、ちょっとそのままだとね、ギトギトになっちゃうから。
なんでそんな笑ってんの。いやいやいや、めっちゃ美味しそうに食ってる。なんかシーチキン入れるとでもマヨネーズ入れたくなるね。そうなんですよね。だからちょっとやっちまったなと思って。やっちまったな、やっちまったな。あ、真似して真似するなら。すごいね、もうパンの中に米ザ炭水化物って感じ、やばい。炭水化物あんま食わない人だから、もうこれ見てるだけで結構来るもんね。ああいいねいいね、卵イセミグラスをつついてね、いいっすね、うん、もうちょっとあるお、もうちょっと、あ、チーズチーズちょっと2個ぐらい使って、お、チーズ入れて、オッケー、完成。ではでは、それをホットサンドメーカーで、はい、すごいね、もう全くサイズ感を無視したこのホットサンド。じゃこれを潰して、はい、じゃあいきます。ぐーっと、もっと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 、でこれフックが引っかかるところも、うん、いけてんじゃない、いけてます。あ、オッケー、じゃあこれで3分ほど待ちたいと思います。はい。いいね、いい音鳴ってるよ。はい、お、青井くん、タイトルを。はい、タイトル、あ、考えてなかったな。タイトルどうしようかな。完成完成、ででん、これの好きなもの、集めてみました。バカかお前。まんまじゃねえかよ。では、実食していきましょう。ちょっとではね、ちょっと実食パートと審査員、まずちょっとね、やっぱ本人が食ってみる、本人がね。じゃあ、僕から。おー、うまそう、うまそう、単純にうまそうだな、これ絶対対象だな。よし、いただきます。熱いんかい。大丈夫、本当にうまい。うまい。はい、葵くんの感想以上で。はい、ではちょっとね、他の審査員たち、パスワード、パスワード、あー、そうです、あの水分が持ってかれてました。嘘です。はい、じゃあ僕の方でですね、葵が作ったものを実食していきたいと思います。いただきます。どうぞ。見た目悪いな。うん、うん、あのね、チーズが強い。うん、でも、いや、美味しいは美味しいです。ただ、なんか想像を超える味は来ないね。うん、うん、なんかもうちょっと水分が欲しかった。なんだそれ。続いてナチ審査員お願いします。お願いします。神の舌をお願いします。
直撃のナチって言われてるからなんかね、まずあれなんかね、2倍がもう原点だね、これ大丈夫ですか、あと2人いきます、見栄えのお話をしちゃったりです、ちょっと取りすぎた気がするいただきます、はい、切れてました口の中の水分が奪われる評価ポイント、水分がなくなる、至って美味しい、普通では、葵くん、次、2品目、絶対に自分は食べたくないなというもので、すごいね、もうこのフェリングにいらねえタコワサとワサビだけだったらうまいよ、わかんないですよ、まあでもパンも合うからな、なんでも、うん、残ってます、それ、さて、タコワサに、なんだろう、店の店内が赤いからタコワサがもう赤く見えるな、塩辛っぽく見える、おおおおもう頭おかしいやつのレベルだよそれ、大丈夫です、これみんな食べるんで辛いだけやん、ちょっとやっぱ甘酸っぱい、欲しくなっちゃうんで、わかるわかる、海はやばい、いやそのまんま行く、はい、で最後に、最後にちょっと見栄えはいい見栄えかっこいい、これあのわさびじゃなくて、例えばですけどバジルとかだったバジルソースとかちょっとなんかねピザっぽく見える感じがあるんだけどチーズ入れる、また大丈夫、イワシのね、いやこれピレグミなかったら美味しいよ、ピレグミなかったら美味しいですか、うん、俺は好きだな、おそらく思うですかね、食パン1枚収まります、大丈夫か、大丈夫です、よしで、サンドして、でサンドして完成ですね、よし、 OK、 あ、戻った、よし、相当ちょっとボリュームがね、そうですね、多分ボリュームが多かった、ね、じゃあじゃあこのまま3分ほど待つ、葵くんが絶対に食べたくないホットサンドを、はい、ちょっと見せてもらっていいですか、いいです、やべ
わさびが溶けてあふれ出る何か今にも何か出てきちゃいけないものが出てきそうだというか世の中の妬みとかなんかそういうの妬み恨み汚れや汚れサンド世の中の汚れサンド汚れサンドとか嫌だな。いいよそれ一つ丸ごと食っていいよ。大丈夫ですよ。やっぱみんなに残しとか。半端ねえ溢れ出てきて。わっ、グミが塊が出てきたのが見えてる。なんかちょろんでできた。乗せて。ちょっとこいつを塗ってみて。おお。マジ汚れサンドだ。うわ、すげえ。いただきます。いらっしゃい。いただきます。自分で作って自分で自滅してる人いる。いやでもこれフィレグミマジでありがたいですよ。これ食べてみれば分かるんですけど、ちょっと甘さにちょっと甘さが優しい感じで。先に私からいいですか、はい、実食させていただいて。お願いします。おそんなにそんなに腹減ってるからね。あお腹空いてれば何でも食べれる説だね。どっから食えばいいんだよこれ。おおなんか汚れが今落ちてしまいましょう。どうぞ。音が さて、じゃあ次俺の作ろうかな。俺さて俺のだよね確かに。これうん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 ナシさんナシさんナシさん食べてないし。あ熱いのとわさびで息ができない。結構殺しにかかってきてる。はいどうぞ。じゃあナシさん最後これもう何も入ってねえじゃん。具が入ってないでしょ。具が入ってない。手枯れが溢れ出てきて頑張ってもなんか震え出てくるんですけど。いらっしゃい。お願いします。がっつりがどうする来ないですよ。じゃあマジでがっつり。よく息できんの。あ、なんだタコワサ部分のだけはや優しいぞ。そう、なんか俺ね、タコ感じましたこれ。タコワサの塩分的な。あ、俺、悪口じゃないけど、ワンチャンワサビだけ。なんかね、でも思ったほどひどくはなかった。なんかわさび、わさびがきつかったっすね。俺の部分が多分めちゃくちゃわさびがあって俺マジきつかった。真ん中からガブっていったから俺だっていきなりなんかタコわさしがすごい来て、あとわさびきたと思ったらその後いきなりピュアグミのあのなんかちょっと酸味感ふわってなって、あれでもいやそうなんですよ。ピュアグミちょっと優しいですね。
Final Cut。なんか美味しくねえんだよ。